鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、RC は、コンクリートの芯に鉄筋を排することで強度を高めた、ものを指す。コンクリートと鉄を組み合わせることで、互いの長所、短所を補い合い、強度や耐久性を向上させるものである。鉄筋コンクリートとも表記。建築や土木分野では極めて一般的な建材、広報である。 鉄筋が入っていないことを強調するために、あえて、無筋コンクリートという表現もある。歴史的には、戦時中の日本では、鉄材不足を補うために竹筋コンクリートが用いられた時期もある。砂や砂利と水、セメントを混ぜて硬化させたコンクリートの歴史は古く、古代ローマ時代から実用されてきたローマンコンクリート。 しかしこれに鉄筋を入れて補強する工法は19世紀になって登場したものである。コンクリートは圧縮力に強い反面、引っ張り力には弱く、一度破壊されると強度を失う。鉄はその逆で、引っ張り強度が高い反面、圧縮によって挫屈しやすいが、容易には破断しない、粘り強さ、人性を持つ。この両者を組み合わせることで、互いの弱点を補い合い、 圧縮力、引っ張り力ともに高く、多少の破壊でも崩壊しない強度が得られる。鉄は錆びる、酸化還元反応とその強度を失うが、コンクリートは高アルカリ性のため、鉄筋はコンクリートによって、長期間錆びから守られることになり、高い耐久性が得られるという利点もある。さらに、石や木材を組み合わせる構造と違い、建築の自由度が高い。 鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、RC は、引っ張りに弱いコンクリートを補強するために鉄筋を、排したコンクリートである。鉄筋は引き張りが作用しても引き抜けないように、両端をアルファベットの J の形状に曲げたフックにしたり、不死、リブのある異形鉄筋が用いられる。金属の鉄が持つ性質の容易に破断しない、粘り強さ、人性と引っ張り強度、 セメントと骨材である砂及び砂利を水と混ぜたコンクリートが持つ高い圧縮強度を併用した構造の一つ。鉄を主な材料とする棒状に加工した鉄筋が細長ひと呼ばれる小道と長さの比率が一定の限度を超えると発生する雑屈やたわみ等の曲がりが生じてしまう性質をコンクリートが鉄筋の周囲を拘束することで曲がらぬように抑え、他方コンクリートが曲げや 引っ張り強度の面では、脆い部分を鉄が補うようにバランスよく、構造設計を行うことで、互いの弱点を相互補完する構造である。鉄とコンクリートの付着強度が大きく、また熱膨張率が、ほぼ等しい1.010、軽前後ということも、この二つの材料を組み合わせることが、可能な理由と仕上げられる。科学的な性質の点では、鉄は、 空気中に暴露していると大気中の酸素と結合し、酸化して、サビが発生し、長い年月を経ると強度を担うべき、断面積がサビにより腐食し、当初の強度を保てなくなる。しかし、コンクリートの成分に含まれるセメントが、高アルカリ性であるため、鉄筋コンクリート中の鉄筋は不動体化している。そのため、鉄筋コンクリート中の鉄筋は腐食せず、 要求性能を満たし続ける。鉄筋コンクリートは長い時間をかけて劣化していき、いずれ強度を失ってしまう。中性化、塩害、糖害、アルカリ骨材反応がその主な原因となる。中性化は空気中の二酸化炭素によって、コンクリートの成分である水酸化カルシウムが炭酸カルシウムへ変化していく現象である。コンクリートそのものの強度は中性化によっても、 大きな劣化は起こさないが、内部の鉄筋は中性化によって、錆が進行する。高いアルカリ性を有していたコンクリートに覆われている間、鉄筋は不動体の状態になり、錆は進行しない。しかし、長期間かけて、コンクリートのアルカリ性が弱まり、中性に傾くと鉄筋は錆び始める。錆びた鉄筋は膨張し、それによって、コンクリートが剥落し、 そこからさらに中性化が進行していく。中性化の速度は周囲の環境にも大きく左右される。一般に二酸化炭素濃度や温度が高ければ中性化しやすくなり、コンクリートの水分が多ければ中性化の進行は抑えられる。そのため建築物の室内側の方が中性化は早く進み、水中や地中の構造物では中性化はあまり進まない。 対策として、コンクリートの表面から鉄筋までの厚さ、被り厚さを大きくすることで、中性化が鉄筋に到達するまでの年月期を長くすることができる。また、水セメント比を下げる、水を少なく、セメントを多くすることも中性化を遅らせる効果がある。ただしこれらの方法では、全体の重量や建築コストはかさむ。別の方法として、 コンクリートの表面に保護塗装やタイル張りなどを施し、表面からの中性化をより遅くすることも行われる。塩害は元のコンクリートそのものの成分に塩化物イオンが多く含まれる場合に進む。主な原因として、コンクリートの主材料の一つである砂が海に由来するなどはじめから、コンクリート内塩化物イオンが含まれている場合と、 海浜部での海からやってくる塩分や寒冷地で使用される融雪剤、凍結防止剤などに由来する塩化物イオンが挙げられる。特にコンクリート内部の塩化物イオンによる塩害の場合、空気中の二酸化炭素による中性化と違い、中性化は表面からではなく内部から進行するため、鉄筋コンクリートの耐久性に与える影響は大きくなる。 高度経済成長期には、脱炎が曖昧なままに建設された建造物が多く、社会問題、コンクリートクライシスになった。長崎県佐世保市浮島に位置する区長崎、美東台は、1959年に海水練りのコンクリートを用いた鉄筋コンクリートにより建造され、50年以上も経過した段階でも、現役の構造物として稼働している。 鉄筋コンクリートは強度や耐久性のほか、遮音性能、水密性、流動性に優れた建材である。ただし、いくら鉄筋コンクリートが遮音性能に優れるとしても、実際の建物には窓や換気口などの開口部があるので、建築物全体としての総合性能は様々な要素を検討する必要がある。遮音性能は物質の比重の大きさに比例し、 単位あたりの重量が重いほど、遮音効率が良い。適正な品質管理を行い密実に打設された、コンクリートは構造体として連続性を持ち、セメントが化学反応により硬化する際に発生するクラックと、呼ぶひび割れが生じない限りは、高い水密性がきできる。スランプと呼ぶコンクリートを打設する際の硬さや、柔らかさの設定次第で、 いわゆるコンパネの通称で知られるコンポジットパネルにより組み立てられた型枠形状に流動性をもって追従し平面形状や断面形状の自由度の高い形態を作りやすい。鉄筋コンクリートには曲げ引っ張り破壊と曲げ圧縮破壊、先端破壊、付着滑裂破壊、疲労破壊などの破壊メカニズムがある。曲げ破壊を防止することを目的とした鉄筋を 主鉄筋、先断破壊を防止するための鉄筋を、先断補強鉄筋と呼ぶ。梁の先断補強鉄筋をあばら筋、またはスターラップ。柱の先断補強鉄筋を大鉄筋、またはフープと呼ぶこともある。主鉄筋は、部材の長い方向に配され、先断補強鉄筋はそれに垂直に固定される。梁の場合、通常、荷重は上からかかるので、 主鉄筋は上下端に廃される。一方、柱の場合、地震などの方向の特定できない外力に耐える、必要から、紙片ともに廃される。コンクリートは古代ローマ時代から実用されており、ローマンコンクリートが用いられた建造物として、パンテオン、西暦128年などが知られている。しかしこれは、無金で使用されていた。19世紀のフランスで、 コンクリートに鉄筋を排して、強度を高める技法が登場した。最初期のものとしては、ジャン・フランシスク・コワニエによる、サン・イコール、ドニの四階建て住宅、1853年、ジョゼフ・ルイ・ランボーによるブネ、1855年などが知られている。1867年には、庭師のジョゼフ・モニエが、園芸用の植木鉢の強度を上げるために、 金網とコンクリートの組み合わせを考案し、特許を取得した。モニエの技術は強梁などの強度を必要とする建造物に用いられるようになった。20世紀に入ると、オーギュスト・ペレが登場した。ペレは、鉄筋コンクリートが自由に造形できる点や、高い強度があることで強度と異常性を両立できる点に注目し、従来の石造りやレンガ造りではできなかった。 大開口や大空間の建物を建築した。ランシーの境界道1923年などが知られているほか、オーギュスト・ペレによって再建されたトシル・アールは後に世界遺産となった。ペレに学んだアルコルビュージエの建築にも鉄筋コンクリートの特性を生かしたスタイルを生み出すことができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。